着バスです。今私は羽田空港に来ております。今日からね FSC 修行ということで飛行機にたくさん乗って ANA 上級会を目指したいと思います。今9月の29日の、2時ぐらいなんですけども大変混み合っていますね。それでは行ってみたいと思います。制限エリアに入りました。それではですね今から ANA スイーツラウンジに行きたいと思います。今回私はですね、特にステータスは持ってないんですけども ANA ラウンジスイーツラウンジの、ね、利用券を、メルカリで5000円だったぐらいで取得して今回利用させていただく次第でございます。まあそれがいいか悪いかっていうか、その価値があるかどうかもね、ぜひ見たいなと思っています。券を持ってるんですけど、利用券を一回出たらもうダメですか？はい、ご搭乗券をまず確認させていただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。本日はエアアジアさんのフライトでお持ち帰りですが、申し訳ございませんが、エアアジアさんがですね、スターアイアスのフライトではないため、トランジのご利用ができない。あ、できないんですか？あ、そうなんですか。わかりました。スターアイアスのフライトをお持ちで、チケットをお持ちでしたら、トランジがご利用いただけます。あ、券で使えると、はい。そうじゃないと基本的に使えない。はい、それは LCC 全般のアスターアライアンス加盟だったら大丈夫です。あ、わかりました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。
台風24号が来てるんでちょっと怪しいかなと思ったんですけど、どうやら低速で来るそうですね。知らなくてヒヤヒヤだったんですけど、何にも書かないでパスポートと旅券だけで OK みたいですね。
で、この場所にもすでにお土産屋さんがありますね。ひとまずイミグレーションには3、40分かかったと思います。皆さん来られるときにはね、それもぜひ計算に入れて来てください。荷物をピックアップしてから、今あそこから出てきたんですけど、カスタムチェックっていう、まあ、手荷物検査みたいな、まあ、ほとんど見てないようなものなんですけど、カスタムチェックっていう、なんですか、検査場みたいなのを自分で通して出口に向かうっていう感じなんですね。残念ながらそこはカメラ NG だったんで、まあしょうがないですね。で、今ちょうどこちら航空コーナーを歩いていますけど、すごいですね。私クアラルンプール初めてなんですけど、正直こんなに栄えてると思ってなかったですね。いや、これは私今回ここの中のホテルを撮ってるんですけど、おそらく何にも困らないですね。それではね、ホテルの方に行きたいと思います。まだ、ね、朝7時、8時ぐらいなんで、おそらくチェックインはできないと思うんですけど、まあね、場所だけ確認して行きたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は SFC 収容1日目ということで、 MCC を使ってね、クアラルンプールへ向かいました。今回の動画が役に立ったっていう方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。